フェリックス・バロットンは、スイスの画家、グラフィックアーティスト、現代木版画発展期の重要な人物。バロットンは、ローザンヌの保守的な中流の家庭に生まれた。ローザンヌカンとなる大学に進み、1882年、古典研究の単位を取得。同年、アカデミー・ジュリアンのジュール・ジョゼフル・フェイブルと、ギュスターブ・ブーランジェの下で学ぶため、パリに移った。 ルーブル美術館に入り浸って、ホルバイン、デューラー、アングルに魅せられた。これらの画家たちは、バロットンの一生果ての手本ともなった。バロットンの初期の絵は、例えばアングル風のポートレートでミスター・リーセンバックがそうだが、アカデミックな伝統にしっかりと根付いている。1886年には、オートポートロットがサロンから名誉賞を与えられた。続く10年間、 バロットンは絵を描き、美術批評を書き、多数の規範画を作った。彼の最初の規範画は1891年のポール・ベルレーヌの肖像。1890年代に作った多くの規範画は、新聞や本に載って、ヨーロッパのみならず、アメリカまで広く普及し、版画を革新したとまで言われている。バロットンは芸術表現としての規範画をリバイバルさせ、 そのリーダーとしての評価を得た。それまでの西洋の版画印刷は、素描画、彩画、後には写真の絵柄の再生産に何の独創性もないまま長く利用されてきたのだった。バロットンの飾り気のない基版画のスタイルは、ムラのない黒の大きな塊と階調のない白の綿画が特徴的である。輪郭とフラットなパターンを重要視する一方で、グラデーションや、 ハッチングによる伝統的な立体感表現をほとんど使わなかった。ポスト印象派、象徴主義、そして日本の版画の影響があったことは明らかである。浮世絵の大々的な展覧会がエコール・デ・ボザールで開かれたのは1890年のことでジャポニスムのファンである当時の多くの芸術家と同様にバロットンも浮世絵をコレクションしていた。彼は街の群衆や 街頭でもの風景、入浴する女性、頭肖像、その他、彼が調笑的なユーモアで扱った主題などを描写した。バロットンのグラフィックアートは、1898年に、ルビューブランシュから出版された、10枚からなるインティマイツシリーズで頂点に達した。それらには、男と女が、緊張感を持って描かれている。バロットンの版画は、文句、ビアツリー、 キルヒナーのグラフィックアートの少なからの影響があるとも言われている。彼の最後の木版画は1915年のセラゲールシリーズだった。フェリックス・バロットン、決定的理由ラレゾンプロビンと木版画・バロットンは1892年の時点ですでにナビ派に参加していた。若い美術家たちのグループでメンバーのピエール・ボナール、ケルグザビエル・ウセル、モーリスド・ドニ、 エドアル・ビュイ・アールラは彼の生涯の友となった。1890年代、バロットンがアバンギャルドと密接な関係を持っていた時、彼の才画はフラットな色面、ハードエッジ、ディテールの簡素化など木版画のスタイルを反映していた。風俗画、肖像画、ラタイ像などを主題にした。バロットンのナビスタイルの例としては意図的に下手に描いた夏の夕べの水浴や 象徴主義的な月の光がある。1899年頃は木版画の仕事は減っていた。災画と当時の主流に関係なく、真面目な時には辛辣な写実主義の開発に専念していたからである。彼のガートルード・スタインの肖像は前年にピカソが描いた肖像画への返答として描かれたことは明らかである。ところでガートルード・スタインは後に、 アリスビートクラスの自伝という本を書いたが、そこで用いた非常に整然とした方法は、バロットンの、あたかもカンバスにカーテンを下ろすように上から下に向かって描く方法と同じものだった。ポストノールナビキのバロットンの絵はファンを獲得、その誠実さ、その技術的クオリティは尊敬を受けたものの、スタイルの地味さはたびたび批判の対象となった。 その典型的なものがノイエチュルヒャー・サイトゥングの1910年3月23日号の批評記事で筆者はバロットンのことを景観化もしくは形と色を捕まえようとする人間のように描くすべてが耐えられない感想にきしんでいる色には全くと言っていいくらい喜びが欠けていると書いているそのガンとした雰囲気は1920年代にドイツで全盛を極めることになる 新植物主義を予見しているし、また、エドワード・ホッパーの絵に類似したものも持っていた。フェリックス・バロットン、下映えから創作された、景色ペイスジ・コンピゼイス・ボーイズ・ユサイ、カンバス美術批評の出版も時々だが続けていたが、それ以外の著作にも手を広げた。例えば八つの戯曲を書き、そのいくつかは1904年と1907年に上演されたが、批評的には不評だった。 他に三冊の小説も書いた。その一冊、半次元的なラビマーアトリエアは1907年から書き出したが、出版されたのは死後だった。晩年、バロットンは生物画や合成風景画に力を入れた。後者は写生するのではなく、アトリエで記憶と想像から創作する風景画のことである。1925年、パリでガンの手術後に死亡。 その日は60歳の誕生日の翌日だった。兄のポールは美術賞で1922年ローザンヌでポール・バロットン・ガローを設立した。そのガローは子孫によって長く商売を続けた。ありがとうございます。